はい、こんばんは、パパゲイノです。晩酌の時間です。もう風呂入ったんで、この格好ね。結構毛玉あるんだけどね、寝るだけなんでね、気にしませんなんてね。そう言いながら、これ YouTube にこの動画アップロードしてるっていうのがね、ひどいですけどね。まあいいや、そんなことは。で、今日はですね、久しぶりにこれでいきたいと思います。ハイボールですね。一番安いウイスキーなんですけどね。だけど、ハイボールはね、一番安いウイスキーで十分だなとかって思います。これ、だって600円しないんですよ、これ1本でね。いや、これ安いわ。でもね、やっぱりね、これね、これ単独でこうストレートもしくはね、水割りとかね、ロックとかで飲むとね、やっぱりちょっと残念だなとは思いますね。うん、よいしょ。いや、とにかくね、あとはあんまり濃くしないように気をつけないとね。あー、入れすぎちゃったかな。いや、言ってるそばからこんなに入れちゃった。もっと少なめにしようと思ったんだけど、まあまあいいや。どうせだんだん濃くなっていくの分かってんですからね。最初薄めにしておかないとって。炭酸なるべくいっぱい入れよう。こんなもんでいいかな。ということで乾杯。お疲れ様でした。うん、はあ。でおつまみはね、メンチカツがあったんで買ってきました。また脂っぽいもの買ってますね。うん、いただきます。これ脂っこいもの食ってね、それでハイボール、あー、たまんねえな。でね、今日はね、千葉の一番端っこにあるトンネルを取材してきたんですけどね、もうだいたい撮影終了って時にね、大変なことが起こりましたね。あの、このカメラをね、ジャボンってね、流れた小さい小川に落としてしまいました。いや、びっくりしましたね。いや、ちょっと手が汚れちゃったんでね、手洗おうかなとかって思って川に手突っ込もうと思ったんだけどね、あの、もうカメラ落とさないように気をつけようとかって思っていたのに落っことしたんですよね。でね、僕の使ってるこのカメラね、今撮ってるから見えないんですけど、ソニーのね、HDR-AS300 っていうカメラなんですけど、ちゃんとね、防水防塵機能はついてるんですよ。だけどね、あの裏のカバーが開いてた。外付けマイク使ってたんですよね。外部マイクはね、音がなんかちょっとこもった感じになるからあんま好きじゃないんだけどね。あ、本当はすごく高いやつ使えばいいのかな。まあまあ、それはともかく、今日ちょっと風が強かったんでね、しょうがなかったんで使ってたんですけどね。焦りましたね。で、しかもね、一瞬電源が入りたくなったんですよ。やべえとかって思ってね。もう結局早々に帰ってきたんですけど、うん、でね、帰り道途中でね、車のヒーターガンガンつけてね、帰ってきたんですけどね。だいぶ暖かくなってましたね。で、うちに帰ってきてからもね、ファンヒーターの前にしばらく置いといたんですけどね。で、そしたら、なんと、もう治りました。多分治ってるよな。今、これ撮れてるよな。まあ、この動画をね、パソコン取り込んでみれば治ったかどうかわかるでしょう。で、これで動画がめちゃめちゃになってたら、おしゃかっぽんってことですね。ということで、カメラの水没には注意しましょうってことでした。それでは。はい、こんばんは、パパゲーノです。晩酌の時間です。今日はこちらです。キャンプ用のね、クーラーボックスの中から出てきたんでね、よかったよかったって思ってね、冷やしておいたんですけどね。日本酒のこのパックはね、箱じゃないや、コップに入れて飲むようにしています。なんか出が悪いな。なんかこの出方を見るとさ、あ、まあいいや、やめよう。ということでね、乾杯。お疲れ様でした。おお、うん、今日のおつまみはね、昨日買ってきたベビーホタテです。うん、うまい。お酒これ思ったこと、なんかそんなにうまくないな。これいつも飲んでるやつなんだけど、なんか今日そんなにうまく感じないな。おかしいな。マヨネーズをかけたホタテと日本酒って合わないのかな。おかしいな。実はね、昨日も言ったんですけど、このカメラをね、まあ半分水没させかけましてね、ちゃんと治ってるかどうかまだ不安なわけなんですよ。いや、昨日撮った動画はね、ちょっと再生した限りは問題なさそうだったんですけどね。また一日経ってさ、なんかどっか悪いとこ出てないかなとかって、まだ不安なわけなんですよね。一応そうだね、液晶も大丈夫だし、録画中のね、ランプもついてるんでね、見かけ上は大丈夫だと思うんですけどね。どうかな。これもまた後で再生して確認です。ということでした。それでは。こんにちは、パパゲーノです。ゆうべボイルしたベビーホタテを食べたんですけどね、それ全部食べちゃうのが忍びなくて、半分残しといたんですよ。それで今日は炊き込みご飯にしました。もっといっぱい残しとけばよかったかな。少ない。まあいいや。ということで、いただきます。うん、
まあまあうまくできた。こんなもんかな。あ、先日予告した次回の水路随道の動画なんですけどね、やっぱり複数で探索した時の動画っていうのは作りづらい。大変です、マジで。出来上がるとね、きっと面白いんですよ。だけどね、そこまでが大変なんだよな。まあ一人で探索しに行った時なんかの模様はね、とにかく余計なところをカットしていけば自動的に出来上がるんですよ。だけどね、複数で探索した時はね、これもうどうストーリーを作るかとかってね、感じてね、そっからもう考えると嫌になっちゃうんですよね。どうしよう、これ予定変更しようかななんて思ったりもしています。いやいや参ったな。まあいいや、ということでした。それではこんにちは。なんかね、冷蔵庫にね、余ってたものを寄せ集めて作ったら意外と豪華なものができてしまいました。ということでいただきます。こんなことだったらこれまとめて2食分ぐらい作っちゃえばよかったな。うまいと言いたいとこだけどね、今具は何も食べていない。あ、なんか味が足りないなと思ったらニンニク味が入ってないんだ。しまった。ガーリックパウダーです。まあでもね、なんか今更かけても感があるんですけどね、やっぱ生ニンニクの方がいいですね。ちょっと味が足りない感じは粉チーズでごまかします。カメラ大丈夫ようですね。でもな、長時間撮影して熱持ってきた時危ないかもしれないな。あとでちょっとかけっぱなしにして試してみます。それでは。あ、ここだったんだ。あそこに棚があるよ。棚横な。